巨人が22日、都内の球団事務所でスカウト会議を行った。24日のドラフト会議で、すでに1位指名に一本化した寛大、金丸夢と4年の公表は控えつつ、同席した安倍晋之助監督、45はニヤリとしながらその一人を言っちゃうと面白くないからね。だけど、まあ多分、凶暴覚悟で行こうかって言っているので、と、 次世代のエース候補として評価する最速154キロの大学球界ナンバーワン左腕の指名を匂わせた。写真、指名を匂わせた最速154キロの大学球界ナンバーワン左腕。抽選となれば、2年連続くじ引き役を担うことになる。ただ抽選順は今季の順位が反映されセリーグ1位の巨人は最後。選択の余地はないが、引きに行きますよ。 残り物に服があると、そう思っておくしかかないからね、と、昨年日本ハムとの競合を制止に仕立てを引き当てた、笑う安倍、が再び服をもたらす。